何々の家始まるよ。ご結婚おめでとうございます。さあ、というわけでですね、ロサンゼルスのお土産を、母からいただきましてですね、今日はこちらを使用しておりますけれども、あんまりレッスンではちょっと着ないかなと思いましたのでね、ちょっとこの動画の方で使わせていただきました。さあ、今週1週間いろいろとありまして、この間ね、ちょっと京王線が金曜日ですね、先週の金曜日か、先週の金曜日、あの京王線がなんか電気関係のトラブルでちょっと、結構な区間ね、運休になっていたっていう、それをですね、私は朝こう家を出て駅に着いて、もう明らかにこう全然ね、いつも見てる光景と違う、バスとタクシーの列がもうブワーって人がいて、それを見て知るというねもうね、まあ、もうこれ絶対電車動いてないやつだろうと、もう踏んですぐに、自転車にこうね、駐輪場に戻りまして、でそこからですよ、まずは高井戸のレッスンですね、日中にあったので、まずは高井戸にこう自転車で向かいました。いつもだいたい我が家からですね、30分35分ぐらいで、高井戸のスタジオに着くんですけれども、まあ、調布の方の駅をこう経由してですね、でさらにちょっといつもと違う方からこうぐるっと回って、まあそれでもやっぱ40分から50分ぐらいかなかかったんですけれども、まあ、ちょっとね、イレギュラーな感じだったんで、こういつもと違う中、しかもね結構気温がね上がってたんですよ。なのでダウン着込んで、そんな予定じゃなかったのに自転車乗ったら結構汗だくになりながらですね、これ結構今日は動かないんじゃないかっていう、人身事故とかじゃなかったんで、結構これは1日かかるんじゃないかってことで、まあ案の定ね、井の頭線はギリギリ動いてたのかな、ただちょっと遅延が発生してたので、そのまま今度は高井戸のスタジオのレッスン終わって、荻窪の方までですね自転車で行きまして、荻窪ね、言えた荻窪の方まで行きまして、で、まあ、無事にね、まあ、レッスンをこのその後は新宿のスポーツセンターかな、行いまして、またこう家に帰る時も自転車で荻窪からこう帰ってたんですけど、まあなかなかイレギュラーなね、経験で今普段やっぱりね、こう電車で、ね、時間通り電車が来て、で電車乗って、で時間通りのこのレッスンが終わって、またこう電車でっていう、あの移動がね、ないだけで結構ね気持ちがこうピリピリというかね、こう神経を使うような一日でしたけども、さあ、まあ、イベントの方はですね、3月は、17日ですか、こちらが、高井戸のスタジオのイベントがあるのと、5月は今度は、その前に3月もう一個あるんですね、池袋のスタジオの24日にね、あります。そして5月は今度稲城の方の、ゴールデンウィークなんですけどね、こちらの発表が入ってきたりとか、またねそちらも目白押しで、あと大人の、高井戸の方もね、お楽しみ会というかお披露目会、こちらもありますのでね、N スタナイトをお楽しみにということ、
まあ、いろいろイベント目白押しなんですけれども、もういよいよですね、年度末に差し掛かってきまして、今日は3月6日、で、もうあと1、2、3週ぐらいね、あるともういよいよ4月になるということで、またちょっとね、スケジュールなんかも、まあ、変わってくる場所もあるんで、またぜひね、そちらは SNS をチェックしていただければと思いますので、ね、よろしくお願いします。これいいですね。ね、なかなか、ちょっとこれ実際着るとなるとあるんですけど、まあ、スタジオここで着てる分にはいいかなと思いますので、ね、大切に使わせていただきます。さあ、いよいよ来週は3月の13日ということで、もうちょっとでね、今年度が終わるんですけれども、皆さんも、本当ね、忙しい時期になってきますが、まあ、ぜひ、スタジオ、ね、あとはジム、体育館、いろいろと、私もレッスンもやっておりますので、またぜひね、オフラインの方でもお会いできると、嬉しいです。では、今週も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。では、また来週です。さようなら。